ガシャポンプログライズキー第5弾イカリア絶命ライズキーを紹介します。ガダマン、あらま、こちら一体何でしょう。ゼロワンドライバーの近くにあるということは、そうだ、ゼロワンさんの落とし物ですね。ゼロワンさんに届けなくちゃ。ちょっと待った、その声はじゃないよ。あら、カッパの坊やですか。え、何なのその呼び方。それじゃあ僕も。そうだよ、カッパの坊やだよ、白いロボットくん。ちなみにあれは僕のガシャポンプログライズキーだよ。そうですか、カッパの坊やくんのものでしたか。ねえ、もうね、その言い方やめてよ。どうしたのね、ガラピコ、僕はなかっぱだよ。何あの態度。まあいいや。ということで、なんだか余計な前振りありましたが、今日はガシャポンプログライズキー第5弾の、僕がガシャポンやるってことは、目的はそう、絶命ライズキーということで、ガシャポンプログライズキー第5弾には、イカリア絶命ライズキーが収録されております。で、今回ですね、何個目で出るのかなと思って、お財布にちょうどね、700円ぐらいあったから、最初から諦めて両替しないで、そのお財布に入ってた100円玉で1回回したところ、なんと一発で出ました。すごくない?最近ガシャポンあるなって。思うんだけど、こうやって調子に乗ってたらさ、いつかさ、何回回しても当たらないってなっちゃいそうだよね。ということで、今日はですね、イカリア絶命ライズキーを紹介していきたいと思います。でもさ、いつも不安なの。これ、こんな風になってて、真っ黒だから絶命ライズキーなのは多分確かにそうなんだけど、中が見えないからさ、本当に絶命ライズキーなのかなって、いつも不安なの。今日もそうなの。早くこの不安を解消していきましょう。それじゃあこちらのガシャポンプログライズキー、開けていこう。ガダマン。ガシャポン絶命ライズキー第5弾、今回のプチカプセル的なやつは、ピンクっぽい紫色でした。ではこちらのビニール剥がしていきます。ドキドキの瞬間です。せーの、パッカ。お、よかったよかった。ビカリア絶命ライズキーでした。ではまたね、バラバラなので組み立ててシールを貼っていきたいと思います。まずは本体。次にカバーの部分。よし、完成。あ、まだまだシールを貼らなきゃね。シールはこんな感じでした。貼っていきます。シール今回も上手に貼れました。絶縁シート外してイカリア絶命ライズキーの完成と、ここでこのガシャポンの中に入っていた紙を使ってラインナップ見ていきましょう。1番ブレイキングマーモスプログライズキー、2番アメージングヘラクレスプログライズキー、3番ビカリア絶命ライズキー、4番ブレイキングマーモスプログライズキーシルバーメタリックバージョン、5番アメージンググレースプログライズキーグリーンメタリックバージョンということで、全5種類になっております。それでは改めましてビカリア絶命ライズキー見ていきましょう。まずは正面こんな感じです。ビカリアって巻貝なのかな。今はねもう絶滅していないらしいです。なので化石としてね出てきているみたいでございます。絶滅しているものを使ってマギアを作っているって、一体滅亡人ライネットって何者なんでしょうね。怖い怖い。そんな巻貝のビカリアをイメージされております。イメージっていうかね、それを元に作られているっぽいビカリア絶命ライズキーでございます。ちなみにビカリアマギアっていうのはこんな感じ、こんな感じでございます。ではこちらパカッと開いていきましょう。レントゲン写真っぽい。ここは一体どうなるのかっていうと、巻貝っぽいね、こういう線は見えますね。なんだか他のプログライズキーより分かりにくい気がする。はい、そんな感じのイカリア絶命ライズキーです。他の部分はねいつもと同じ。ではでは単体遊びやっていきます。ボタンはここね、飾りであるけどこっちにありますので、ここで押していきます。イカリア絶滅ポテオジーゼロワンドライバー
ございました。それでは今回ビカリア絶命ライズキーしか紹介しないので、基本中の基本ゼロワンドライバー、そしてエイムズショットライザー、滅亡陣雷ホースライザーを使って遊んでいきたいと思います。それじゃあ3種類連続でやっていきますよ。ゼロワンドライバー、エイムズショットライザー、滅亡陣雷ホースライザーの順番でやっていきます。どうぞ。ビカリア絶滅アベルティドットネットってやってからセットしたんだけど、あの滅亡陣雷ドットネットっていうのってさ、絶メライザーの時に使うのかな、よくわかんないんだよね。だからビカリマギアってやってからセットするの。ちょっともう一回やってみます。やっぱこれじゃダメだね。ガダマス、今試しにゼロワンドライバーってやってからセットしたら英語の部分があるので、滅亡陣雷ホースライザーには合わない感じですね。やっぱり滅亡陣雷ドットネットってやってセットするのが無難みたいです。ということで、本日はガシャポンプログライズキー第5弾のビカリア絶命ライズキーを紹介しました。今回はガシャポン1回で済んだので良かったです。とはいってもブレイキングマンモスとか持ってないからね、出たら出たで良かったんですけどね。ではでは、この辺でお別れの時間でございます。この動画もしよかったらグッドボタン、絶メライズキー大好きって人もグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたー